リーフウォーク稲沢は愛知県稲沢市に所在するユニー株式会社及び UD リテール株式会社が管理運営するモール型ショッピングセンターである愛知県稲沢市と都市再生機構が旧稲沢総社城跡地の再開発事業グリーンスパーク稲沢21計画の中核施設として UD リテールが運営するメガドンキホーテ2稲沢東店を各店舗に 約145の専門店を配置する本格的なモール型店舗。稲沢駅の東口から北方にある。リーフウォークのリーフは稲沢市が植栽の町であることに由来する。SC のキーワードは毎日輝く緑の町へとなっている。建物は全3階層の店舗2階建て。モール胸とアピタ胸の2つの商業施設で構成されており。 アピタ胸はモール胸の南側に位置する。アピタ胸に入っていた各店舗のアピタイナザー東店の店舗面積は12000平方メートルであった。なお、同店は業態転換のため2019年9月22日に閉店。同店は改装され、同年12月10日にメガドンキホーテにイナザー東店としてリニューアルオープンした。なお、 改装が行われたのは各店舗のみで、非直営のテナントは改装期間中も営業を継続した。また、環境に優しいショッピングセンターをコンセプトにしており、建物には壁面緑化、屋上緑化が施されている。また、ガスコージェネレーションシステム、風力発電、太陽光発電照明を採用している。雨水を利用した酸水設備、ドライミストが設置されている。 災害時の拠点施設としての役割もあり、ベンチは焚き出し用かまどとして使用可能となっている。災害用簡易トイレも用意されている。地域交流の場として、コミュニティライブラリー、リーフホール、コミュニティガーデンが設置されている。また、稲沢奏車場跡地に関連し、稲沢奏車場や蒸気機関車などの写真の展示コーナーや、車掌車、 貨車などの実物の鉄道車両の展示もある。詳細は公式サイトのショップガイドを参照。アピタ稲沢東店に関するカテゴリー。ありがとうございます。